おう、アキト。今日は一人か？はい。バイト行く前に寄っただけなんで、いつものブレンドをお願いします。ああ。何にせよ、今のまま引きずっていては、チームにも迷惑をかけてしまうかもしれない。だから、今日、話してみようと思う。父親との問題は、あいつが自分で向き合わなきゃ意味がねえ。だから見守るだけって決めてたんだけどな。東野のやつ、ちゃんと話せたのか。あいつから聞いてる感じだと、あいつの親父も相当頭固そうだもんな。まあ東野もなんだかんだ頑固なとこあるし、わからなくもねえけど。なんだなんだ、心機臭い顔して。ほら、ご注文のブレンドだ。あ、そうだ、サービスでクッキーでもつけてやろうか。うまいぞ。いりませんって。それで喜ぶのは東野か小羽くらいでしょうが、俺まで子供扱いしないでください。そうか。で、大人なお前はなんでそんなに心機臭いため息ばっかりついてるんだ。ま、どうせ東野のことだろうがな。まあそうなんすけど、俺たちの父親がケンさんみたいな人だったらよかったのに。ん？俺たちの？東野の親父さんのことは前に本人から聞いたが、お前のところの親父さんもクセ者だったりするのか？まあそうっすね。俺に姉貴がいるって話はしましたよね。ああ、前に愚痴を聞いたな。よく使いっ走りにされるって。ああ、お前さんのところは姉さんと親父さんが仲悪いのか。そんな生優しいもんじゃないっすよ。えな、姉貴のやつ徹底的に親父を避けてるし、特に中学の時なんてマジで荒れてて、父親と顔合わせるたびにブチギレるわ、俺も当たられるわで、たく巻き込まれる俺の身にも慣れての。で、放っておいたらもっとひどくなりそうだったんで、仕方なくコンビニでアイス買ってきてやったら、調子に乗っていろいろ頼んでくるようになったんですよ。姉貴はそういうとこちゃっかりしてるし、イライラとか不満とかすぐに爆発させるんで、今はもうそこまで心配してないんですけどね。それに親父に真っ向から反発して絵も描き続けてるみたいなんで。そうか。東野も親父の言うことなんて無視すりゃいいのに。気持ちはわかるが、なかなか難しいだろうな。東野は小さい頃から親父さんにクラシックを叩き込まれて、親父さんの言う通りに生きてきた。三つ子の魂100までなんて言葉もあるぐらいだ。東野にとって親父さんの存在はとてつもなく大きいんだろうよ。そうっすね。俺、何してやれますかね。あ、ケンさん、髪が乱れる。より男前になったんじゃないか。なるわけないでしょ、東野。ま、東野のことは今はまだ東野に任せておけばいい。だからお前はあんまり深刻に考えるな。もう俺だってそのつもりですけど。ならいいじゃないか。今まで通り東野の隣で歌っててやれ。それがあいつにとっては一番心強いだろうからな。ケンさん、そうっすね。黙って見守るって決めたばっかりだしな。ケンさん、話聞いてくれてありがとうございました。気にすんな、お前らには期待してるからな。それよりバイト真面目にやれよ。はあ、言っときますけど、サボったことも手抜いたことも一度も。知ってるよ。たく、じゃあまた。おう。さて、
行くか。じゃあ今日もメイコさんのとこに行くか。ああ。オープンの看板が出てない。ほんとだ。でも明かりはついてるの。ちょっと覗いてみっか。こんにちは。お、BGM なんかいつもと違うっつうか、これクラシックの曲だよな。いらっしゃい。ふふ。鑑賞会。え、ふふ。そうだな。あの日。ピアノソロ、青柳春道。って、これ。ああ。父さんのピアノソロコンサートのものだ。あのイベントの次の日、練習もなくて暇を持て余してしまってな。たまたましまい込んでいたこの CD を見つけて、ここでメイコさんやリンやレンと聞いたんだ。そうか。ちょっと前まではクラシックって言葉を聞くだけでも居心地悪そうにしてたくせに、本当に吹っ切れたってことだな。ねえ。じゃあそうします。けど妙な感じだよな。ジャズとかはたまに流れてたけど、この店でクラシックが流れてるなんて。そうだな。だがこの場所だから、俺は素直な気持ちでこれを聴けたような気がするんだ。ああ、なんか知らねえけどこの店にいると安心するしな。これは俺も聞いたことあるよ。モデスト・ムソルグスキーの展覧会の絵だな。ああ、音楽の授業で聞いた。つうかオーケストラが演奏してるとこを映像で見た気がする。ん？頭の5分くらいはちゃんと聞いてたはずだ。その後はうとうとしてたかもな。そうなるのも仕方がない。学校の映像資料ではオーケストラの迫力も音質も伝わりづらいからな。それにこの曲はもともとピアノ組曲だからな。ふーん。けどピアノのソロでこの音の厚み、迫力、聞いてて鳥肌が立つ。これが世界で活躍してるプロの演奏。くっそ、半端ねえな。ん？どうした？ああ、トーヤは物心ついた時から、いや、下手するともっと前からこのすげえ演奏を聴いてたのかって思っても、これだけいい音聞いてれば人並み外れた耳にもなるよな。そこは父さんに感謝しないとな。だな。東野が吹っ切れてから全員調子が上がってきてるし、チームとしての歌にも磨きがかかってる。このままいけば俺たちはもっともっと上を目指せる。ふふ。嬉しいっつうかワクワクはしてるかもな。東野は今回のことで確実に成長した。だったら相棒として俺も負けていられねえからな。